ここんにちは、は、えー、フットボールクラブででございますすさあ、この時間はですね、もう本当に、えー、J2 リーグも終わりが近づいておりますが第36節この節を含めて残り3節と、えー、いうことになっておりますが10月の26日27日に、えー、分かれて行われました36節の模様、えー、ちょっと振り返っていきたいなと思っておりますが、えー、今回もですね「エルゴラプラス」のご協力のもとお届けいたしますんで「エルゴラプラス」が気になるなという方は概要欄から辿って頂い,いて。 ル、えー、l ルプラスをご覧いただきたいなと、えー、思っておりますが、えー、この小考角に、えー、関わっている部分をまず、えー、先にお伝えしたいなと思っておりましてまずこの10月27日日曜日の13時キックオフのこの3位長崎のゲームからお伝えしたいと思いますが、えー、3位長崎は鹿児島を迎えてのゲームこちらの方は4対1でビハーレン長崎が勝利ということになっておりますが、えー、長崎の方はこの日は秋野選手はではなくて山田陸選手がスタメンと。 えいうことになりましたけどもゲームスタートから長崎の、えー、非常に攻撃力みたいなところは表に出たなというところで14分は名倉選手今季初ゴールを決めましたしその後マテウス・ジェズス選手まああの。 右サイドからカットインしてあの左足に置いたらもうなんか決まるなっていう雰囲気がもう出ますね、えー、でこう前半の43分に決めて後半に入って57分ですけども今度はもう自らもう人で持ち込んで決めていくという、えー、これでマティウス・ジェズス選手は16ゴールになりましたねでその後鹿児島の方は田中航選手が1点返しますが81分に増山選手がゴールを決めたと。 いうところで長崎が四対一で勝利とえいうことでなっておりまして長崎のなんか強さが出たかなという感じがいたします。まあ長崎のゲームが一時で横浜 FC 清水のゲームが二時午後で二時ですね十四時のゲームですがまあ一時間ずれているわけですけれどもまあ結果的にはえこれで横浜 FC と清水はえ勝たないとえ昇格できないという状況になったということになります。で鹿児島の方はえこの敗戦を受けまして十八 以下が決定したということで j s d 攻格が決まったということになります長崎はこれで3連勝だから2連勝あって負けて3連勝ですからまた終盤に来て調子が上がってきているということになります さあそして昇格という部分では、えー、前節終了時点では1位でした横浜 FC ですけども5位のファジアーノ・岡山を迎えてのゲーム、えー、日発水沢球技場私も行っておりましたけどもゲームの方は2対4でファジアーノ・岡山が勝利と、えー、いうことになりました、えー、横浜 FC の方はガブリエフ選手が出場を止で中村匠選手が3バックの右に入るということになりましたがゲームが始まって岡山が非常に積極的だったなという印象と。 横浜 FC がちょっとこ,のここまでの試合ではなかなかこう見れなかったのはちょっとミスが。 前半ちょこちょこ出たかなという、えー、そんな印象がありましたで18分、えー、岡山の方は田上選手がボールを奪って運んでラストパス抜け出した岩渕選手が見事に決めたというところでファジアの岡山が先制しますでこれ前半終了間際なんですけどもコーナーキックの流れから、えー、鈴木義武選手が決めましたからこの2点目が結構大きかったかなという感じがいたしましたし後半に入りましては、えー、一味選手がドリブルでザーッとま コースを選んで運んでゴールを決めていったというところで一味選手はこれが一席後初ゴールになりましたそして55分ですかコーナーキックから田上選手がゴールを決めて0対4でこれは岡山すごいなという感じがいたしましたがそこから横浜 FC は山根戸十和選手がドリブルで運んでゴールを決めたそしてその後カプリーニ選手が決めてさここから結構かなりあのスタジアムの雰囲気もなんか変わってきたなという感じになりましたけれどもですよ えー、そこからはあのゴールキーパーの、えー、ブローダーセン選手がまたここをしっかりと止めたというところで、えー、2対4でファジアーノ岡山が勝利と、えー、いうことになりました、えー、やっぱ田上選手がまあこの日は本当にはたきを見せてボールを奪って縦パス入れるで岡山の前線3人にですね一味選手木村選手そして矢渕選手ここも非常にいい動きを見せたそしてゴールの後のねあの 岡山のベンチ前の雰囲気も非常にいい雰囲気を出してたなという感じがいたしましたけどもこれで横浜1周は昇格はこの日はならなかったということになりますが。 えー、スタジアムでちょっと見てますとゲーム終了してからもずっとこう選手も,もうロッカーに下がってからも横浜 FC の、えー、サポーターの方ずっとこう歌い続けてたというちょっとあの雰囲気は結構感動的というかこれでまた多分ロッカーの選手にも聞こえてると思うんですけども、えー、選手を後押ししているという雰囲気がすごく出てた「日発三沢球技場」という感じでした。さあそして、えー、18位栃木 FC のののホームに乗り込んだのがこの前節終了時点2位の、えー、清水エスパルス ですけども、こちらは0対1で、えー、清水エスパルスが勝利して、えー、j, j 1復帰を決めたというゲームになりました。16476人という入場者の中エスパルスのサポーターが6000人以上。 かなりオレンジで埋まってたなというあのゴールラーもそうですけど結構バックスタンドの方も結構こなオレンジ色だったかなという感じがいたしましたがゲームの方はですね、えー、ゴ,ンダ選手ゴールキーパーの権田選手がベンチ外で隠岐選手が、えー、今季初スタメンになりましたしで北川選手がベンチスタートということにもなりましたしエスパルスは5 4 1守備陣は5 − 4 1ま1、あ、3 4 2 1のような形でカルリーニョス・ジュニオ選手を一番てっぺんに置きまして右のシャドウにルーカス・ブラガ 選手で左のシャドウに乾選手というような形でゲームに入っていきましたということになりましたがゲームの方は栃木が良かったですね。 出足が非常に良くて、えー、守備からいい形でプレッシャーをかけてそのまま攻撃に出るで3分ですけども左からのコーナーキックでこぼれでも石田選手がズドンって決めてネットが揺れてうわもう石田選手も喜び爆発みたいな感じだったんですけどもどうもオフサイドがあったということでこれはノーゴールになりましたただその後も栃木のプレッシャーがかなりきつかったかなというか、えー、清水が窮屈になってたかなという感じがしたんですが残り10分前半の残り10分 ぐらいでようやくエスパルスが、えー、栃木陣に入ってボールを動かし始めて ところで少し徐々に徐々々にに流れが変わっっていったかなまあ栃木がボールを奪っても相手のゴールまでの距離が遠いみたいな感じの展開になっていったかなというところでゼロゼロで後半に入っていきますけども後半に入りまして50分でしたけども、えー、右からのコーナーキック宇野善斗選手からのボール中村選手がフリックしてゴールを決めたのが住吉ジェラニ・レショーン選手、えー、ゴールを決めて清水が先制しますということで0対1、まあ、その後清水のペースも続きましたが、えー、70分でしたけども でも乾選選手手に代わって北川也選手が入りますで82分かな83分ぐらいに、えー、北川晃也選手と、えー、栃木 SC の10番です森選手森選手がこう厳しくチェックして、えー、北川晃也選手倒されたところで北川晃也選手が、まあ、ちょっと報復行為みたいな形で足をちょっと振ってしまうみたいなところで北川選手にレッドカードが出て退場になる、えーまあ、0対1でリードしているエスパルスが1人少なくなる、えー、栃木の方はラファエル 選手も上げて攻撃にに出るとということになりましたが最後はそこは清水エスパルスも非常に粘ってえ耐えきったというところでゲームの方は0対1で終了しましてえ清水エスパルスが J1 復帰を決めたとえいうことになりました。でこの「エルゴラプラス」のまあ表紙といいますかえこれがまあ2ページにわたってみたいな感じになると思うんですけども。 まあ、期間というところで、えー、試合後ゴールラジオ撮ってました、えー、試合に出てない選手もいますね、えー、もう加わっての写真というのが載ってますし、えー、今回は、えーま、全部で要はページ数でいうと6ページみたいな3見開き6ページみたいな、えー、ところの扱いでエスパルスが、えー、がっつり載っておりますのでぜひあ、まあ、一応、まあ、ちょっとだけですけど秋葉監督もいい顔して。 映ってますけども、えー、こんな感じで、えー、エスパルスが、えー、かなりこう分厚く扱われてますので、まあ、結構記念になるかなと思いますんでエスパルス応援されてる方は是非こちらのエルガルプラスの方もご購入してお買い上げいただければなと思っております。 さあえということでそして同時刻に開催されてましたえ秋田と大分0対2で大分が勝利したところもありましてこれで栃木 SC の、えー、J3 降格が決定すると、えー、いうことになりましたさあそしてその秋田大分なんですがゲームの方は0対2で大分が勝利するんですけどもこれ大分の気迫がやばかったっすね。 すごかったもちろんその秋田の縦力みたいなところあるんですけどであのゲーム前の話を聞くとなんかその秋田の土俵に乗らないみたいな話をちょっと聞いてたんですけどいやいやなんか逆にあえて土俵に乗って なんかちょっと喧嘩上等でやったらぐらいの感じの大分の気迫がすごかったですねでこう3バックで中央安藤選手ペレイラ選手デルラン選手もまあ跳ね返す、まあ、中盤をあえてこうあまり使わずにもどんどんダイレクトにゴールに向かっていくというところがかなり秋田を苦しめたというかでワンプレーワンプレーごとの野村選手とかもめちゃめちゃ気合入ってましたよで30分にまあ相手のミスもありましたが、えー、詰めまして歩 選手がゴールを決めました35分にはデルラン選手が見事なボレーも決めましたその後はまあ最終盤には秋田もかなりチャンスも作ったかなというところはありましたが本当に大分気迫の勝利だったなというところで0対2で大分が勝利ということになりました、まあ、秋田もちょっと最後はスリーバック気味にして攻撃に出るというようなところもありましたが大分が勝利というところで大分は逆に残留を勝ち取ったということになりました。 さあそれでは他のゲーム、まあ、土曜日の方からまた振り返っていきたいと思いますが10月の26日のゲームですがいわきと水戸のゲームこちらの方は1対2で水戸ホーリーホックが勝利と、えー、いうことになっております。 まあ、あの岩きもかなりホームですから、えー、アグレッシブに出たなという感じがいたしましたが、えー、水戸の方はやっぱボランチの櫻の井選手がやっぱりいいですね攻守に関わって本当にボールを動かしていくでやっぱり水戸のストロングサイドはやっぱ左サイドスリーバックの左大崎選手そして左のワイドの新井選手。 ここ強いですね、その前に草野選手がいます、えー、みたいなところで後半に入りましてこれが50分でしたがね、えー、左サイド、新井選手がドリブルでスピードでかわして草野選手に渡して草野選手がドリブルからのシュートを決めて水戸が先制と、えー、いうことになりましたがいわきが75分でしたけども、えー、右サイドからのクロスを、えー、谷村選手がゴールを決めた谷村選手はこれで18点目、今シーズン18点目になりましたが、えー、これで1対1になるんですけども79分。 え前半のうちに久保,久保選手と変わって入りました中島選手、中島大花選手がえーゴールを決めまして、これで1対2で水戸が勝利ということになりますが、櫻井選手も良かったんですが、ゴールキーパーの松原選手も好反応を見せました、いいセーブを見せたというところもありまして、水戸ホーリーホックが勝利ということになっております。これでえいわ FC ののプレーオフ進出の可能性が消滅したと いうことになりますそして土曜日はもう1試合ですが、えー、藤枝 MYFC は4位のジェフユナイテッド千葉を迎えてのゲームということになりましたそして藤枝にとってはこれでホーム最終戦、えー、10月のうちにホーム最終戦というのもなんかちょっと早いなという感じがするんですが、えー、ゲームの方は2対3で、えー、ジェフユナイテッド千葉が勝利ということになっております。本当の立ち上ががりですけども千葉が1 かなりこう前がかりにいってるかなと思ったんですがえ10分のえ藤枝ですが島袋和義選手がこう倒されながらもなんとかつないでそのボールを受けましたえこの日スタメンの朝倉廉選手が見事に決めきってえ藤枝が先制するでこれでもう一気に流れが藤枝にいってえ25分でしたけども左サイドからのパスえ鈴木翔太選手からのパスをえ千葉選手が潰れてその後山矢村選手がうまくマイボールにして決めきったというところで藤枝が 2対0と、えー、いうことになりましたが、でこれでどうなるかなと藤枝ペースかなと思いましたが41分に、えー、左サイドをこの日。 椿選手がドリブルして椿選手とクロスを横山選手まあフルス対決体制になるわけですけど横山選手が決めてこの1点が結構大きかったかなという感じで2対1で後半に入っていきますがえ後半に入るとやっぱどん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 千葉の良さが出てきたなというところで65分にはえ右サイドえ田中和樹選手のクロスそこに小森選手がゴールを決めたということで小森選手がこれで23点目ですか。 今シーズンはいトータル23ゴール目そして、えー、78分、えー、右サイド田中和樹選手からのクロス、えー、椿選手がゴールを決めて千葉が大逆転というところでもちろん小森選手のゴールも見事だったんですが、えー、右サイド田中和樹選手の突破も見事だったなという感じがいたしましたでこちらエルゴラプラスがこの、えー、藤枝のほうに千葉のサポーター多かったですねゴールラ、えー、真っ黄色でしたけども 0対2すらも覆せるということで千葉のちょっと勢いが出た感じもありましたが逆大逆転勝利ということでまだまだこの終盤に向かって千葉は後から紹介しますがすごいゲームが残ってるんですけどもそこに向けてもいい勝ち勝っ,ったかなということでなんと千葉がこれで5連勝ということになっております。 さあ山形前節終了時点では7位でしたけどもこれ日が変わりまして日曜日のゲームですが山形と熊本とゲームですがこちらの方は1対0でモンテディオ山形が勝利。モンテリオ山形は 七連勝ということになっております。十、えー、分にコーナーキックから白は、えー、選手がまあ移籍後初ゴールということになりましたが、白は選手がゴールを決めて一点奪います。ただその後熊本の攻撃力で攻撃力の一番最後には石川選手がいます。で石川選手が相当チャンスが多くて、もう決まるかなというシーンが多かったですが、そこはもうここ最近まあこの選手がもういなくか困りますという、えー、モンテディオ山形後藤正明選手ゴールキーパーですね。この選手の構成分は。 ちょっと前線の攻撃力みたいなところに目が行きがちですが、えー、山形はこのゴールキーパーの後藤正明選手の活躍もここ最近では見逃せないなというところで1対0で山形が勝利してこれで山形は7連勝熊本の方は逆に3戦勝利がないということになっております。 さあ群馬と徳島ですがこちらの方は零対二で徳島ボルティスが勝利してえ徳島はこれで三連勝ということになっておりますえ群馬の方なんですが細貝選手は引退を発表しましたけれどもえ細貝選手はこのゲームではスタメンということになりましたで群馬の縦に早い攻撃というかダイレクトにゴールに向かっていくシーンも前半からかなり見られたかなという感じがいたしましたけれども三十一分まあコーナーキックの流れから鹿沼選手がゴールに決めてこれ二戦連発 ですけども徳島が先制0対1そして、えー、これが後半に入ってすぐですかね、えー、ブラウンナー・ケンシン選手ブラウンナー・ケンシン選手も2戦連発2戦で3ゴールですかね、えー、ブラウンナー・ケンシン選手がゴールを決めて0対2で52分なんですが、えー、細貝選手がこれで交代しますと、えー、いうことになりましたけどもそこで、えー、レフェリーの方そして両チームの選手を含めて花道を作って、えー、そこをそ細貝選手が通っていくという、えー、そんな,なんかちょっと感動的な。 えーシーンもありました、まあ、試合後には、えー、まあセレモニーもありましたけども、えー、細貝選手がこ,うこれでピッチを去るという、えー、そんなシーンもありましたが、えー、そのまま徳島が勝ち切ったというところで0対2で徳島が勝利ということになっております。 さあ山口甲府ですがこちらの方は二対0え山口が勝利ということになりましてこれが八戦ぶりの勝利とえいうことになりましたレノファ山口 FC ですえー山口の方はこの前線ツートップですね若月選手と末永選手なん,なんですがこの若月選手のスピードを生かしてえディフェンスラインの裏にボールを送ってそこに若月選手が走り込むというえそんな形で攻撃に迫力を見せたというところで前半からそういうシーンが作ったんですがえ後半に 入りまして48分でしたけども、えー、下道選手からのロングボールで抜け出しました、えー、その若月選手がゴールを決めて山口が先制しますというところそして今度57分なんですが、えー、その若月選手を倒したというところでエドワルド・マンシャ選手にレッドカード、まあ、ちょっと厳しいかなという感じもしましたがエドワルド・マンシャ選手がレッドカードを受けまして甲府が1人少ない状況になる。さあじゃあどううなるのというといころで この甲府の攻撃性みたいなところは一人少なくなってから出たかな特に宮崎純真選手が右サイドに入ってからそーっとこのドリブルで、えー、チャンスを作ってたかなというところでもしかしたら甲府が追いつく可能性も十分あるかなという、えー、そんな展開になりましたがアディショナルタイムに入って今度は、えー、林田選手にレッドカードこれもワン微妙なシーンでしたけども、えー、バンホーレ甲府は2人減ると、えー、いうことになりまして、まあ、バンジーキューすというような形になりまして、えー 90プラス9分ですけどもアディショナルタイムに今度はヘナン選手からのロングボール、えー、小林誠剛選手と見事なトラ,トラップからのゴールというところで2対0で山口が勝利でこれが8戦ぶりの勝利ということになっています。 さあそしてラストですが愛媛 FC とベガルタ仙台のゲームですがこちらの方は0対2でベガルタ仙台が勝利ということになっておりますがベガルタ仙台の方は奥山選手がスタメンであったり前線の方ではエロン選手と中山選手の組み合わせということになりましたが前半のアディショナルタイムのコーナーキックから中山選手がまあ肩というか背中というかそんな形でうまく当てましてゴールをしまして仙台が先制します。後半に入りまして49分ですけども あの映像見ましたっていうかねこの、えー、エルゴラプラスではこの中島選手とこれ多分2点目決まった時のエロン選手がゴール後抱き合うシーンがでプレーオフ権は譲らないという写真が出てるんですけどこの中島元彦選手のパス見ましたあれやばかったですねあのよくススルーパスってあるんですけども 相手の選手のこの2人の間にボールを通してスルーパスということになると思うんですけどこのパスあの中島選手とこの味方の選手豪計選手かの間を通ったんですよねそれも狭いところをあれ狙ってたんかなどうなんかちょっと分かんないんですけどすごかったっすね。 でそこにエローン選手もそれが分かってたのかどうかなんですけどエローン選手も受けてそのまま決めるといういやぜひちょっとご覧いただきたいと思いますが、えー、す,ごいゴーすごいゴールというかすごいパスだったなと、えー、いう感じがいたしましたが仙台が2点目、えー、その後、仙台も攻める愛媛も粘るというところで愛媛もチャンスを作るというシーンもありましたがそのまま0対2で仙台が勝利いたしまして、えー、仙台は2連勝ということになっております。そして愛媛の方は9戦勝利がないという ということもありますが、その他のまあ状況も受けまして、えー、J. ツー残留が確定したということになります。 さあそれでは順位表をご覧いいいたただきたいと思います、まあ、こんな感じになっておりまして、えーまあ、エスパルスが勝利して横浜 FC が敗れたということで、まあ、エスパルスが J1 復帰も決まりましたし、えー、これで首位に立つということになりました横浜 FC が2位そして、えー、3位長崎との勝ち点の差2位と3位の勝ち点の差は5ということになっておりますが、えー、長崎と、えー、千葉4位千葉との勝ち点の差が8ありますので長崎はこれ それで2位か3位ということになりましたので、長崎がプレーオフに回った場合、えー、まあホームで開催。例えば。 一発目も勝負ですしそこに勝利すれば2発目、まあ、要は決勝みたいなところもホームで戦えるということになりましたで千葉、えー、岡山仙台61で並んで山形が60ということになっておりますがもうこれはどうなるのかなという感じがいたします。 さあそして、えーまあ、だからこれに受けまして、えー、岩木 FC ののプレーオフシースの可能性がな,くなりましたで、えー、18位した回のほを見ていきますと栃木が18位、えー、19位鹿児島20位群馬というところでこの3チーム3クラブが、えーまあ、J3 降格も決まったということになりますし、えー、水戸が13位そして大分が16位になって愛媛が17位ということになっています。 さあそれでは次節がもう残り2試合2節ということになりますが第37節の、えー、こんなことが予定されてますということでご覧いいいたただきたいと思います、えー、3日9試合そして4日に1試合ということになっておりますが、えー、岡山、藤枝、水戸、山形千葉、長崎、横浜市、栃木甲府、秋田、清水、岩城、徳島、鹿児島、大分、群馬愛媛、山口、熊本、仙台と。 いうことになっております、まあ、エスパルスはまあ昇格を決めたということになりますが残り2試合残り2節がホーム連戦ということになりますいわき熊本のゲームいわきと熊本のゲームが残っておりますで横浜 FC の方なんですが、えー、最終節では37節はホームで栃木そして最終節はアウェーで山口というゲームが残されていますそして3位の長崎現在3連勝ですがこのアウェーでの千葉 これが結構またすごいゲームになったなということで、えー、4位千葉ホームで3位長崎とのゲームこれが結構大事なゲームというかすごいゲームになるんじゃないかなという、えー、感じがいたしております。で4位の千葉なんですが現在5連勝でこの37節がホーム長崎で最終節がアウェーで山形という。 千葉の恋のこの2試合どういう戦いを見せていくのかみたいなところも、えー、大事なことになっていくかなというかすごい採用するんじゃないかなと思いますで5位の岡山ですが現在2連勝中37節がホームで藤枝そして最終節はアウェーで鹿児島の とととのゲームということになっておりますそして6位仙台ですが、えー、現在2連勝中で、えー、37節がアウェーで熊本最終節はホームで大分,の大分とのゲームということになっております。そして7位のモンテディオ山形が現在7連勝しておりまして37節がアウェーで水戸そして最終節がホームで千葉と。 いうとこころでこの特に最終節の山形千葉ですねこれが一体どんなゲームになっていくのか本当にこのプレーオフ圏内一体どういうことになるのか本当に最終節まで目が離せない展開になっていくんじゃないかなと思っておりますが。えー まずはこの清水エスパルスが J1 復帰を決めました第36節の模様そして37節こんな感じですよというのをお伝えしていきました。ということで今回もご視聴ありがとうございました平畑フットボールクラブでした皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。